こんにちは、藤山静香です。本日はまたまたすごい人をお呼びしています。初めてこのユナイテッドジムで撮影させていただくんですけど、そんなユナイテッドジムにあの人が来てくれました。スポーンキー15、よし、よし、次は正面。なんか変ですね。こんにちは、愛川由紀です。よろしくお願いします。嬉しいよ、呼ばれた。ゆずぽんが来てくれました。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう小さい時からじゃない。若い時からあのポスターとかを貼らせてもらって憧れてた。髪型を真似してくれてるって聞いて、私の、振り返っていただいてデビュー戦の写真を見ていただいたらゆずぽんヘアになってますので、ご確認ください。ありがとうございます。あのお団子してるんですよね。そうで、ちっちゃい顔にお団子で、もうほんと小顔だってやってみると自分はちょっとね違うんだよね、小物でね。見てないから何とも言えないけど。せーの、シーアンチャンネル。はい、そんな私の憧れゆずぽんと最近ちょっとまたお会いすることがありまして、というのもゆずぽんがこの間プロレスに、はい、復帰をされて見に行くことができまして、はい、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ緊張しましたね。やっぱり戦うっていうのはやっぱ怖さもあるし、だから現役の選手すごいなって。そんな試合を私も見ていまして、はい、やっぱり輝いていました。ゆずぽんキック、お、ゆずぽんキック、すごかったです。ありがとうございます。ゆずぽんキック分かりますか？あの最強の最強の最強の人、誰も真似できない。ゆずぽんキック、できればそのゆずぽんキックを少しでも、はい、私の試合で出せるか、はい、否か、はい、教えていただけませんか？あ、はい、ぜひ。じゃあシズポンキックで。シズポンキック。恐れ多いチャンピオンになるように。次の試合の決め方決まったじゃないですか。シズポンキック。次の試合の決め技はシズポンキック。よろしくお願いします。はい、お願いします。せーの、シーアンチャンネル。最初にテコンドーを生で見させていただいてもいいですか？はい、私テコンドーを8年ぐらい昔やってたので、そのかかと落としがズボンキックっていう名前になったんですけれど、はい、じゃあ早速、はい、ちょっと名前が舐めてるけど本当の蹴りなんで。見てください。はい、いきますよ、いくぞー、ズボンキック、うおズボンキック、せーの、カレリンチャンネル。今はノーテンまで上げて一瞬振り子のように止まって下ろす力で、この力、そう、これ止まってヒューって自分の力で、重力じゃなくて自分の力で下ろすって、わー、すごい、頭割れますね、完全に。ぜひやってみてください。筋やっちゃわない、大丈夫見ただけで。はい、そうですね、今の私の実力も先生に見ていただいて、はい、いきます、いくぞ、シズパーキック。ちょっと待って、もう一回やらせてください。ちょっと待ってください。やっちゃった。せーの、シーアンチャンネル。せーの、全集中。じゃあまずは柔軟頑張りましょう。テコンドーの、はい、柔軟のやり方で、はい、
え、じゃあまずは、開脚、横に開脚を、横に開脚、はい、そんなもんなんだ90度、ほら前から見ると意外と見えると思うんですよで、横から撮ってみてください。あれ、だんだんこれこれ動かしてた、あれあれなんだけど、ひどいな、これね、足ね、こうのこの状態開いてますね。これ開いてます。サイド行きましょう。サイド。はい。硬いんだ。花、つ、せ、ね、だ、よ、いいとか、よどる。あ、よる。だい。よどるぐらいで。行きます。
頑張りましょう。これで、ね、これであのかかと落としの練習は終わりです。はい、これで私はこれでかかと落としを磨いてきたんで、これを毎日やっていただいて、シズポンキック頑張ってください。本当ですか。はい、今日はね、あの特別に早いなんか全部段取りとかも全部これをねかかと落としで割るのが、どっから持ってきたんですか。家から持ってきました。家にね結構ガチで家から持ってきてくれたらしいです。これでかかと落としで割るっていうのをしわりっていうんですけれど、はいはい、今日やるんですか。はい、もちろん静香ちゃんなら割れると思います。これで、はい、せっかく私が教えたんだから、やってください。はい、ということでチャレンジです。せーの、全集中。何の動きよ。さっきのイメージに読めたんですけど、ヨドル、ヨドルの当たり、ヨドルの当たり、アホ、アホ、アホ、うん、あ、そうです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 、かかとに集中。あ、そうです、そうです、かかとに集中したことないな、今までかかとに集中したことってありますね。確かに。全集中かかとお願いしますね。全集中かかとのなんとかみたいな。これのために来てもらったんで。じゃあ決戦の時です。はい、じゃあ先生、はい、チャレンジさせていただきます。はい、頑張ってください。嬉しいけど、よくやった。ちょっと話が違う。だいぶかかと痛いみたいな。痛い、あ、よかった。あ、大人の皆さんありがとうございます。あれさ、かっこいい。ほらね、音綺麗だった。足はどれぐらい上がってたんですかね。確かに気になる。そんなところかな。そうですね、他に当たったら、まあ、基本はノーテーム狙ってるんで、まあ、プロレスでもそうですけど、ここにね、これ食らってる選手たちやばいですね。やばいですよ。めちゃくちゃ蹴りましたからね。そうだよ、だってガンガン当ててますからね、これを、ね、この至近距離とかで、そう、逃げられない状態で、うん、いや選手たちもすごい相当恨まれてると思います。いやいやいや、だから顔ボコボコになったでしょ。いやいや、めっちゃ可愛かった。いやー、おめでとう。あ、嬉しい。ちょっと私から、はい、先生ゆずぽんに、はい、もしよかったら贅沢なお願いですけど、いや本当に私も久しぶりなんで心配ですけど、ちょっとやってみようかな。やったー、はい、静香ちゃん持ってください、はいはい、座っていただいて。いや、こんな症状じゃないか。病床するかな。マジの初めてですか。空手でないんですね。あ、はい、持ったことないですね。へ、バットとか。あ、バットか。ちょっと角度つけて、すごい、これぐらいです。大丈夫、私の腕。はい、いきますね。じゃあそれでは、ゆずぽんキック行きます。ありがとう。すごい。割れた。
ありがとうございます。いやすごい、しずかちゃんも割れたし。よかったです。ちょっとズッポンキック、シズポンキックを、はい、試合でも出させてもらおうと思います。はい、ぜひ次の決め手はシズポンキックで、あと柔軟をね、頑張ってください。まずはそこですね。はい、ズッポンチャンネルでは、なんと私たちが解決させていただいています。はい、解決しています。最強主婦決定戦をやっております、はい、はい、そちらもぜひ見てください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。